ゆりこたえがです。みなさんこんにちは。ただいま東京に着きました。多分まだ時差ボケがしてると思うんだけど、イタリアに帰ってきてから今日はナポリタンを食べようと思ってます。けど実はこのパスタはね、ナポリタンって書いてるなのにイタリアじゃないんだ。そう、今日はジャパニーズのご飯をしようと思ってます。で、ジャパニーズって言えばナポリパスタになっちゃうが、何それ、 S 字じゃねえのって思って。で、そう、ナポリタンはね、ないよ、イタリアはない。で、ちょうどこの前ナポリに行ったんだけど、ナポリタンパスタを聞いたことあるっていろんな方に聞いて、何それってな感じ、ナポリターナとかのちょっと近いな感じのパスタがあるんだけど、もう物的には食べ物的には本当全然違う。だからでもまあ何回も食べたことあるし、で、私のアニメの大好きなキャラクターアンチョビちゃん、カルパンのアンチョビちゃん、ナポリタンのパスタを作ってたから、それを見てなんか好きになってた好きになっちゃった、超オタクの気持ちとして。で、まあでも何回も食べたから、一番自分的にはどっちの美味しいかを選べたいと思います。はい、では一番最初のファミマに行きたいと思います。せーの、ぴょっ。おお、美味しそう。え、でもこれはトマト？見た目からだと結構イタリアと普通のトマトソースのパスタ変わらないんですが、イタリアはね、ケチャップはないよ。そのケチャップソースは使わない、必ず使わないから、この今トマトソースかケチャップかどっちの味にするかって試していきたいと思います。で、よし、あとは混ぜてくださいって、結構混ぜてくださいって書いてたから結構混ぜたいと思います。ネギ、ソーセージ、オリガノかな、あとは何だろう。よし、これで大丈夫かな。パッパッパラパラパッパッパン。よし、いただきます。ケチャップダメ、これケチャップかな。なんかトマトだったらさ、ケチャップかどっちがなんだろう。でも美味しいやな。これはね、食べたこと。何もない。何もなかったにしよう。そう、食べたことあるから、まあ結構美味しいだなと思う。そう、日本人じゃないからこれ合ってるかどうかわかんない。もう一回一口に行きたいと思います。あ、でも麺もすごく柔らかい。しっかりの味してて、甘さがミックスな感じしてる気がします。美味しいです。80点にしようかな、とりあえず。とりあえず80点にします。よし、2個目はセブンイレブンに行きたいと思います。で、ソースたっぷりナポリタンって書いてるから結構美味しそうやな。せーの、お、あ、ほんとだ。なんか、匂いもちょっと違う気がする。よし、ちょっと行ってみよう。これもちょっと混ぜてから食べたいと思います。これはなんか、これチャラッと見たら玉ねぎがない。そう、見えないし、そう、なんかそういうソーセージもない。あ、玉ねぎはちょっとだけ、でも
ソーセージじゃなくてベーコンだな、これ。よいしょ。よし。全然。よし、いただきまーす。うん。味全然違う。うん。なるほどね。麺が太って、これも甘いんですけど、トマト、そのトマトケチャップの味的にはなんか2倍ぐらい強いし、だから強いからそういう甘、そんなに甘くないね。さっきと比べてると全然甘くない。もう一回いきますやっぱり2回ぐらいにしないとちょっとわからない。あ、一緒ぐらいって思うから。でもどうかな。そうね、トマトどうかな。きっとそれは人にそれぞれは違うと思うけど、私はナポリタンだったらやっぱり甘いな感じがいいかなって思うから。でもこれはまあ美味しいから65点ぐらいにあげたいと思います。最後はアニメ結構とコラボしてるのローソンに食べてみたいと思います。懐かしいのナポリタン、懐かしいのどこからの味は懐かしい、古いということ。懐かしい、どういう意味おう。あ、でもプレートは綺麗だね。さすがプレートが一番綺麗。あ、これも色、これも全然匂いは違う。ピーマンが入ってるから結構味が変わると思う。はい、またませうーで、あ、でもすぐ分かる。麺もちっちゃい。これは麺も結構ちっちゃいね。よいしょ。普通のスパゲッティの感じする。いただきます。なんだろう、麺がちっちゃいのがなんか違うってな感じする。特にナポリタン今まで食べたのは麺が太い、麺で太くて柔らかい、その甘い感じがもっと美味しくなる気がするんですね。これはまずはちっちゃいし、すげえピーマンの味がしっかりすぎてしてる。もう一回。40点かな。もう1回3つとも食べてみたいと思います。で、最後の点にもあげたいと思います。ファミマ、セーブン、ローソン、よし。で、あー、でも分かるよね。やっぱりいろんな方ってさ、コンビニは何でもいいんじゃねえかって言われる人たちが多いと思うんだけど、そんなことねえよって全部違うから、これですぐ分かる。よし、じゃあもう一回ファミマに行きたいと思います。長い。なんか美味しくてたまらない。これ甘いからなんか子供も絶対これが好きそう。ちょっとすげえ食べたくなる。これが美味しいやな。あとはこれのセブン、
でも、でもこれも結構美味しいな。今この2つ両方食べて、なんか違いはすっごく薄い。例えばすげえ甘いものを食べたいだったらこれが一番いいんだけど、今これを両方食べたらバランス的にはこれがベストだと思ってます。うん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 、はい、最後にちょっともう一回口に あ、でも変わってバランス何もな、でも本当のナポリタンはこれが一番近い気がするね。なんかバランス的にはこれがベスト、でもナポリタンってな感じするのがなんかソーセージのちょっとイメージがある気がするから、このねベーコンが入ってるベーコンじゃないねって思って、絶対これがベストです。ファミマ、ファミマ。じゃあもうちょっと上がって90点に上げたいと思います。でこれがまあ結構近いから80点。これはもうちょっと少ない点です。少ない点ですでいきたいと思います。まあ味がやっぱりその人によるが全然違うと思うんだけど、ナポリはねナポリに行って、これはイタリア人、他のイタリア人に食べさせたいと思います。ね、そのナポリなんでナポリタンなのって、ね、思ってたんだけど、なんでナポリ好きだったからかなって、ちょあとはウィキペディア見てみよう。ね、でもねすっごく美味しかったです。もっともっと食べたいと思います。 We were you Yes 美味しかった美味しかったです。よし、これはナポリタンの、レビューだった。皆さんが食べてみてどれが一番美味しいかってぜひ教えてください。あとは日本中はきっとイタリア人よりは今度は絶対私より分かると思うので、ぜひコメントしてください。またよろしくお願いします。いいなとしてコメント書いてチャンネルを登録に待ってます。よろしくお願いします。チャオー。